皆さんこんにちは。本日はなんとじゃーん、ユニクロで買い物をしてきたので、こちらで購入品を紹介していきたいと思います。今まで私コーディネート紹介とかはたくさんしてきたんですけど、なんかやっぱちょっとプチプラのもの買いますかとか、そういったご質問もすごい多くいただいてたので、やりたいなやりたいなと思ってたんですけど、なかなかタイミングなくて今になっちゃったんですけど、かなりいい買い物ができました。なのでこの中のアイテムが全部で5点あるので、そちらを紹介して私が実際にコーディネートを組んでいきたいと思います。で、途中で私がユニクロの中でアイテムを選ぶコツに気づいたので、その辺とかもお伝えできたらいいなと思ってるので、ぜひ最後まで見てください。では行きたいと思います。1体目です。こちらがデニムコーデになります。この中でユニクロはこちらのデニムになります。マジで見えなくないですか、このデニム。ユニクロで何買おうかなって思った時に、まずデニムを買うつもりは最初なかったんですけど、見てみたらめっちゃツボなものがあったので、もう即試着して秒で決めてしまいました。形はストレートで、ちょっとワイドっていうかストレートで少しゆったりしているシルエットになっていて、大きめのダメージが両足に入っています。で、サイズを23にしたんですけど、もっとハイウエストで履きたいとかですあれば、22にしても私の身長でどっちでも良さそうだったんですけど、私的にはこのデニムの長さが、これは絶対にヒールを合わせたかったので、ヒールを合わせた時に少しこのぐらいのかかとの余り具合になるようにしたくて、23インチをあえて買いました。で、最近がっつりハイウエストっていうか、ちょっとジャストおへそぐらいの丈とかウエスト周りが私的にお気に入りなので、そのウエストも22でギュンギュンでちょっとパツパツになる感じより少しゆるっとするぐらいでトレンド感を入れてみました。で、結構最近インスタとかでも載ってるんですけど、デニムのシルエットを結構ゆったりめに挑戦し始めていて、なんですけど私のコツ的にはその超カジュアルな見た目とか苦手だし、あとこのダメージが結構強いじゃないですか、しっかり、しかも両足で、これをいかに綺麗に着るかっていうところで、私的にはこのミュール、マロロのミュールとかは外せないし、あとは割と上半身のトップスはこう女っぽさをいかに出せるか、なんでこれが何ですかね、カジュアルな首の詰まってる T シャツとかでも可愛いんですけど、より自分っぽく着るのであればこのぐらい、肌見せ、オヘルシーした方が可愛いなと思って選びました。で、なんか普通のバッグでも可愛かったんですけど、いつも使ってるようなちょっとこういうキャッチーなブルーの色とか入ったりした方がポイントになるし、ちょっとこのモードカジュアルっぽいズルッと感がより強調されて可愛いかなと思ったので、このバッグを選びました。公開したタイミングのお値段は分かんないんですけど、私は2000円以下ぐらいで買った気がするんで、もうかなりコスパいいです。あとめっちゃ柔らかくて、だって真夏ってデニム履かないんですよ、あんまり暑すぎて、暑いのめっちゃ苦手で、なのでなんか夏になればなるほどデニムの素材感が柔らかい方がいいんですよ。硬いと暑いし締め付けがすごいので、でも本当に柔らかくて、ちょっと柔らかさ伝えるのむずいんですけど、夏にゴムのパンツ履くぐらいラフな感覚で履けるなって思ったんで、今このタイミングでデニムを買いました。めっちゃおすすめです。では2着目に行きたいと思います。2体目のコーディネートです。次はこちらですね。これは2つユニクロのアイテム入れてまして、こちらのブラトップのトップスとこの今履いているパンツが両方豆コラボのアイテムになります。パンツは後ほどパンツをメインにコーディネート組んでいるので、今はトップスのご紹介をしたいと思います。で、このトップスがめっちゃ着やすくて、最初下着かなって思ったんですけど、インナーでもトップスとしてもって書いてあったので、あ、いけるんだと思ってこれを選びました。で、なんか最近って結構お腹見せのアイテム流行ってるじゃないですか。
でなんですけど、私も、まあ、全部見せるほど整ってるわけではないし、なのでこれはこのバランスが大事なんですよ。この結構パンツがしっかりハイウエスト、おへそより全然上のハイウエストで、これが短いので見える面積が少なくなるっていうので、まあちょっと肌見せ初心者さん、私みたいな初心者さんにおすすめじゃないかなと思います。で今みたいに結構こう透け感のあるトップスを私よく持っていて、なんかこんな感じで素材がすごい透けてるんですけど、こういうカーディガンだったりとか、あとはシースルーのシャツとか結構この時期って愛用していて、それの中に着るものってちゃんとこう肌見せがあったりとか、少しこう軽い印象のものがあった方がすごい使いやすいっていうのもあって、それのインナー用にいいなと思ってこれを選びました。後ろから見たバランスとかも可愛いと思います。で個人的にはなんか結構何でもいけると思ってて、ジムとかピラティスとかでも使えそう、そんな激しい運動じゃなければ。なので上はこれにレギンスを持って行って、帰りはこれに着替えてこのまま帰るとか、なんかそのラフなんですけどカゴバッグも可愛いし、シューズも取ってちょっとバランスを多めにしているっていうバランスがお気に入りのコーディネートになります。物がないとちょっと何ですかね、肌見せのバランスとか難しいってなっちゃうので、割としっかりとバッグとかこのシューズでインパクトを与えられるような小物の選び方をするのがいいんじゃないかなと思います。ちっちゃめの可愛い小物とかっていうよりかは、シューズも今厚底ですし、バッグも結構ちゃんとロゴマークの主張があるしっていうアイテムを合わせた方がこのバランスがすごい綺麗に決まるなと思いました。かなり着心地もいいので、ここからめっちゃ愛用できると思います。では次いきます。続いて3つ目をご紹介します。次はですね、こちらのシャツがユニクロのアイテムになります。この色味めっちゃ可愛くないでしょうか。これ実はですね、メンズのアイテムでして、やっぱユニクロのメンズは最強だなと思いました。でシャツ結構これ普通にオックスフォードシャツでしっかりめの生地感なので、どうやってコーディネートしようかなって結構迷ったんですけど、もういっそのこと全締めで、なんか羽織で使うとちょっと中途半端な感じになってしまったので、全締めでトップスとして着てみました。でこちらは、メンズの L サイズを着用しています。でなんか XL でも良かったんですけど、 XL だと羽織にするってなった時のデカさがあまりにも彼氏の着ました感が強すぎて、なんかおしゃれ感がちょっと減ってしまったので、私の身長で L めっちゃちょうどいいなって思いました。でミニスカとのバランスがめっちゃ相性よくって、結構手とかマックスで伸ばしたこんな感じで、横幅も結構大きいんですよ。でなんかシャツにデニムって可愛いんですけど、結構なんか王道な感じすぎて真面目になりすぎると苦手なので、しっかりとオーバーめのシャツにこういうサングラスとか、ヘアもハーフアップにしてるんですよ。こんな感じで結んでるんですけど、なんかそのちょっとした遊びが私的にはこのコーデのポイントになっています。でめちゃくちゃよく使ってるんですけど、このトッツのシューズとかもなんかこれで足が結構出てるのに足元だけすごい軽かったりするとどうしてもバランスが合わないし、ローファーも秋とかだったら可愛いと思います。でも今の時期っていうか夏にこうちょっと室内が多い日っていう想定で考えてるので、やっぱりちょっと抜け感が欲しいっていうのもあってサンダルにしています。でまあ、カゴバッグとか持っても全然可愛かったです。でもちょっとリゾート感が強くなっちゃって、バカンスに来た人のシャツみたいに見えてしまうので、ちゃんとシティ感を出すためにこういったショルダーバッグにしてみました。これ本当にめっちゃ気に入ってて、なんかこのグリーンの配色あんまり私見ないんですよね。でグリーンとピンクとブルーかな、なんかいろいろあったんですけど、グリーンが、まあ、肌なじみとかの問題もあると思うんですけど、ダントツで可愛くて、なんかこの顔の写りが結構明るくなって好きでした。グリーンって言っても結構白っぽいグリーン、淡い感じ、まあ、白とのストライプなんでちゃんと明るさも出る色なので、
あの暗くもならないし夏っぽくなるしめっちゃいいなって思いました。でなんならこれ多分彼氏さんとか、まあ、なんかカップルの方とかパートナーと共有するみたいなことも全然できると思います。なのでまあなんなら家ですでに彼氏持ってますみたいなパターンもあるのかなって思うぐらいこれはめちゃくちゃいいアイテムだなって思いました。ちょっとあの普通に個人的にまた別のコーディネートも作ってご紹介したいなって思いました。では3つ目は終わりです。はい、4つ目です。今回は先ほど最初の2体目でご紹介したマメのトップスの時に一緒に合わせていたパンツの方をメインにご紹介したいと思います。さっきも一瞬ちらっとお見せしたんですけどあのこのパンツは本当にゆるっとしてるんですけどしっかりこのカーブがちょっとフレアになっている感じが女性らしくてすごい可愛いなと思って買いました。でなんかこういうパンツって結構私も持ってるんですけど夏とか特にゴムのパンツとか割と何ですかね全体的なシルエットがストンってしてしまって割とカジュアルだったりとかこう女性らしさを演出するのが難しいパンツが多いんですけどこれはこうウエストからヒップラインにかけてのちゃんとフィット感があってカーブも作れるしあとはパンツの下のシルエットもこうフレアになっているので太もも部分が少し細身になっていたりとか結構こう綺麗見えする要素が多いのでリラックスパンツなんですけどしっかりとこう高見え綺麗に見せれるっていうところでポイントがかなり高いなって思いました。結構ウエストがピタッとしてるんですよ。こんな感じになっていて割とフィットしているので、で結構おへその位置がこの辺なんですよ。でなのでこのトップス、このパンツに対してトップスがビタビタすぎるともう全部ビタってなっちゃってなんかこの辺が違和感だったんですよ。なのであえてちょっとトップスはもちろんゆるゆるではないんですけどこうノースリの具合がちょっとこうゆとりが多少あるアイテムを選んだ方が可愛いなって思いました。でだからといってブカブカのトップスを選んでしまうと結構インした時のギャップで上の方にあるしギャップが激しくてちょっとシルエットが難しかったので私的にはこのぐらいのバランスのゆるさピタッと具合っていうのが綺麗だなって思いました。でまあリラックス系のパンツなのでシューズも割とラフな感じにしてるんですけどゴールドの金具がついていたりとかちょっとこう高見えするようなアイテムで選んだ方がこういうパンツってパジャマ見えしないで綺麗に着ていただけるのでいいんじゃないかなと思いました。まああと髪も多少、まあ、よくやる手法ですけどクリップでまとめてラフすぎないけど抜けがあるみたいな感じにまとめてるのもポイントです。なんで豆はだけは2回着回ししてるのでもう2個見れたと思うんですけど多分何でも合うと思います。アウトにして秋とかになって長袖シャツにをアウトして中に入ったりとかも多分めっちゃできるしかなり着回し万能だなと思いました。では最後に行きたいと思います。はい、最後の5体目になります。最後はですねちょっと私的にも初めてのアイテムなのですごい緊張したんですけどめっちゃいい感じに仕上がりました。こちらのハーフパンツがユニクロのアイテムになります。私的には結構挑戦枠なんですよ。なんでかっていうと私は結構ショートパンツばっかり履いてきたのでこのぐらいの中途半端ではないんですけどやっぱり普段履くのってこれぐらい足出してるので女性らしさをキープしながら履けてるんですけどこれぐらいってちょっとカジュアルに見えそうで怖くて手を出せなかったんですけどそれがめっちゃ好きって初めてなりました。でこのアイテム自体はですねなんとメンズアイテムでメンズの一番小さいパンツを履いています。で見ての通りゴムになっているんですけどカジュアルに見えるので私はもう他はとことんきれいめにカチッとまとめるっていうのがポイントです。まあ、いつも大体そうなんですけど、まあ、今回は特にきれいめにまとめました。でまずトップスはアメスリトップスで肌見せしっかり意識してでカッチリバッグにマノロのシューズ
でサングラスはできるだけさっき私がつけてたこちらなんですけど、夏なのでクリアなものとか選びがちなんですけど、それよりももうしっかりとこう黒くてカチッとフレームも強めでこうちょっとモード寄りに持っていけるようなサングラスの方が私的には全体のバランスが決まって好きです。で、あのサイズメンズの S にしたんですけど、ちょっと大きいかなと思ったんですけど、中にちゃんと紐がついていたので本当にあの嘘を偽りなくメンズで何も調整せずにジャストで履けました。で、まあこれって逆にギュンギュンにしすぎるとなんかゴムだしギュンギュンだしってなるとちょっとバランスが悪いので、まあこれぐらいおへそよりおへそかちょい下ぐらいで履いて可愛いんじゃないかなって思います。で、あとハーフパンツの私がなんで履けたのかっていうポイントなんですけど、この膝が隠れるハーフパンツだと余計足が太く見えたりとか、あの関節のここの部分が出ないと結構スタイル変わって見えちゃうんですよ。なのでしっかりこれは膝の上の丈感なので私でも履けるなっていう風に思いました。ハーフパンツに挑戦できなかった人なので、あの自分の挑戦枠が広がってめっちゃ嬉しかったアイテムの一つです。はい、以上で5つのユニクロの購入品のご紹介、コーディネート紹介が終わりました。で、最初にお伝えした通り、私がユニクロで選ぶ時のポイントを発見したんです。自分で誰にも言われてないんですけど、あの私結構ほっこり見えするの苦手なんですよ。で、結構シンプルで女っぽい感じ好きなんですけど、そのちょっとその中にモード寄りというか辛口っぽさが好きなので、ユニクロで服を選ぶときはできるだけモノトーンの色味を選ぶのがポイントだなって思いました。で、まあ普段からユニクロでたくさん買ってるわけじゃないので逆に気づいたというか、なんかこういろんなカラーバリエーションを見てる中で結構自分がしっくりくるのが濃い色だったりとか、カラーものでもしっかり濃い色だったりとか、あの白とか黒とかそういうのが可愛いって思っていたの、思ったし、そのお値段に対してめちゃくちゃ高見えするのは結構そういったカラーなのかなっていう風に思いました。なので私みたいなスタイリングが好みの方とかであれば、最初は白黒とか結構モノトーンなものから挑戦してみるとかっていうのはすごいいいんじゃないかなと思いました。はい、では今回私にとってもすごい新しくめっちゃコスパのいい服が増えたので個人的にもめっちゃ嬉しくて、またなんかこういったプチプラ企画とかなんかしてこのブランドがいいなとかっていうご要望あればぜひいただけると今後の企画の参考になるのでぜひいただけると嬉しいです。で、あの前もお願いしたんですけど、あのコメントで何着目が好きだったか、前回もたくさんいただいてありがとうございます。でもなんか今回は特に自分の中で挑戦枠のコーデが多かったので、あの特に聞きたいです、普通に。なので1から5で数字で教えてもらえると嬉しいです。では最後まで見てもらってありがとうございました。